2020年度より改革が始まると言われております。このあたりのところですね、現段階で分かっていることを中心に先生の方から説明の方を頂戴したいと思います。先生、よろしくお願いします。皆様こんにちは。お休みのところたくさんお越しいただきまして誠にありがとうございます。さっきまでブースで対応してたんですけど、もう長蛇の列で本当にたくさん期待していただいているなということでありがたい限りです。初めての共学の入試を終えまして、あとちょっとお話しますけど、予想していたより非常に優秀な層の、子どもたちがたくさん、受験してくれて、なおかつ入学してくれたという状況です。今までの高槻中学とはまた、ガラッと違う、学校になっているんだということを、実は仕組みも含めて今日はお話もできたらなと思っております。よろしくお願いします。で、時間はトータルで30分ですので、もう実はスライドものすごい枚数あるんですけども、ちょっと端折りながらやっていけたらなというふうに思っています。まずここは非常に皆さん関心も高くて、新聞なんかでも報じられておりますけど、まだまだ、明確になってない部分がありますので、今分かっていることと、それから、中国がどういう形で対応していくべきなのかということが見えるようにお話をしたいと思っています。で、まず文字がたくさんあって申し訳ないんですけれども、センター試験が変わるというふうに言われているのは皆さんご存知だと思います。試験が2つの柱になりますよということが、報じられています。一つはですね、高等学校基礎学力テストということで、複数回受験できますが、端的に言うと基礎学力の底上げを狙いますよ。どんな高等学校から、大学受験するときも、とにかく高等学校に入った生徒に関してはこれで学力の最低保障をきちっとしていきましょうっていう、それを評価するようなテストだと思ってください。したがってこれは大学入試には直接は使わないというようなものです。個別の大学入試で、この成績をですね、使うということは基本ないんです。これはできて当たり前という、レベルだと思ってください。端的に言うとそんな感じです。それから、もっと大事なのはですね、この後半にあります大学入学希望者学力評価です。これが今のセンター試験に変わるものというふうに言われています。で、今までと大きく違うのは、回答がマーク式で、要は1点を争うような試験やったんですけれども、それに加えてですね、思考力、判断力、表現力などを、問うような試験にしたいというふうに文科省言ってるわけです。じゃあどうやってそれ評価するかという話なんですが、これは当然記述が入ってくるということなんですよね。で、その記述の採点もAI でやるとかですね、いろんなことを言ってるんですが、それは果たしてできるかどうかという話もあるんですけど、実は私たちもそういうプロジェクトのに参加してでですね、その評価基準をどうやってやるかとかっていう、実は全国で選ばれた数校あるんですけど、その試験の中に私たちも実は参加して、私もそういうことを実はやっております、陰で。で、選択式も当然残りますが、ここに CBT って書いてますけど、コンピューターベーストテスティングっていうんですが、要は子どもたちに、キーボードを使って回答してもらうというような、そういう形の試験も入ってきますよと。これは段階的に入ってくると言われてますが、そういうような試験になるとも言われています。まだまだ不確定な部分がいっぱいあります。それから、当然試験内容や試験方式が2020年からは変わるというふうに、言われています。これ非常に大事なところなんですが、各教科ごとの試験に加えて、合教科ですね、例えば、理科と社会とそれから数学なんかを融合したような、そういう出題の仕方が、出てきますよ。今例えば ICU の試験なんかは、もうそんな感じになってて、これは果たして何の教科の試験なんだというような形になってたりしますが、そういったものも増えてくるでしょう。それから総合みたいなね、こういうような、とにかくその次に書いてますけど、各教科の区別が希薄になって分離融合的な出題になって、子どもたちの持っている知識とか技能とかを総合的に、活用できるかどうかっていうのを問うような試験になってきたりしますよというふうに言われています。それから先ほどお話した CBT ですね。で、この CBT は例えば一例を挙げると、同じぐらいの難易度の問題が、2000問ぐらい用意されていると思ってください。
だから子どもたちは隣の校と違う問題を受験しているかもしれない。今、TOEFL の試験なんかそんな感じなんですが、それでこのぐらいの難易度の試験に対して、子どもはちゃんと答えられたか答えられていないか、いうようなものを試すような試験になったりもすると言われています。しかしそのためには、膨大な量の同じ難易度の問題のストックが必要になりますよね。これはものすごく難しいことです。間に合うかどうかというふうにも言われているんですが、例えば英語に関してはそういったことからガイド試験のそういう結果を活用しましょうとか、そういったことも言われているというわけでございます。それから当然各大学ごとの個別試験がこれから変わっていくというふうに思ってください。で、後でこれもお話しするんですが、学力の3要素っていうのがあって、知識・技能を問う今までの、学力観から、それ以外にも2つ必要な要素があるんですが、そういったものを総合して、問うような多面的総合的な評価を行うようになると言われています。例えば一例としては小論文とか面接とか集団討論とか、それからプレゼンをさせるということで、選抜にものすごく時間がかかるやろうなというふうに言われています。ただこれを仕組み的にどういうふうに実現するかっていうことについてはまだまだ不透明な部分があるんですが、全ての大学がこの大学で試験できるとは正直どうですか、思いにくいですね。なのでまだまだペーパーで1点2点っていうのを問うような大学もいっぱいあると思いますが、特にですね、上位校の中で、優れた人材を発掘したいという意味で学力ある程度ありますよ、さらに加えてこんな能力を持ってる子がいます、高校時代にこんな活動してきた子がいますよというようなのをですね拾い上げるような、そういうような内容も入ってくるというふうに思ってください。そこで活動報告書、資格とか検定試験の成績とか大会の記録なんかも加味されるようになってきますよ。今までこれ調査書っていうのでそれを読んでたんですが、それだけじゃなくて実際に、子どもたちのそういうものをスコアにする、それから学びの履歴、私色変えてますけど、ポートフォリオっていう言い方をします。本校では紙で作ってますが、これを電子化してですね、どうも AI でやるらしいんですけど、電子化して子どもたちが高校時代どういうような学びをしてきたかっていうのを蓄積して、でそれで子どもたちを評価する一つの軸を作るということで、これも ある会社が今全国で8校、を選んでそこで開発を進めてるんですが、私たちも関西ではそこの中に選ばれています。で、日々こんなことですね裏でやってるので、実は結構忙しいということです。で、大学入試っていうのは当然大学だけで作ることはできないので、私たちみたいな現場の高校なんかも入りながら実は大学入試を変えていこうという動きが進んでいますよというふうに思っておいてください。例えば大阪大学の世界適塾入試っていうのがあるんですが、ここにはですね、こういった要素を全部評価するような入試が始まっています。全体の 10% の生徒をこれで、もう取っているというようなものも始まっています。そんなところですね。で、ざっくりともう入試を、お話ししましたけども、とにかく大きく変わりそうやと。ただし全ての大学で一斉に始まるというよりも、特に上位校の中でこういった入試が入ってくるというのを皆さんに知っておいていただきたいと思います。そうしましたらですね、こういった校内接続改革についての取り組みという部分を実際の中学、中学校、高等学校の実例をもとにね、スライドの方でご紹介させていただきたいと思います。宣伝もしながらお話しさせていただきます。最優の進学校への準備って書いてますけど、自分で書いてて恥ずかしいんですが、私たちは本当に本気で、これをやっていて、共学になるタイミングで、よその学校にはない設備、よその学校にはないような先鋭的な、ね、こう尖った構成の仕組みとかそういったものの大体準備が整いましたので、今日皆さんにご紹介をしたいと思っています。で、まず施設ですけど、今まではこれが、要はパースの絵やったんですけど、これは私が撮った新しい校舎です。で、廊下の長さが107メートルあります。で、ものすごく長い大きな、建物です。敷地が広いので、高層にするとやっぱ一斉にみんな避難するとき危ないですから、安全安心も確保しながらこういう校舎を作りました。実は1階部分は全て理科室です。はい、全て理科室です。廊下107メートルの理科室が7つあります。
でこんな感じです。地学も作らない学校結構あるんですけれども、本校は地学教室もあります。それから科学は B と A、 違いは B は実験、科学の A はどっちかというと講義です。非常に広いです。で全ての教室にご覧いただくと分かるんです、ホワイトボードでなんか蛇腹のようなものがついてますが、プロジェクターが電子黒板っていうんですけど、あれがずーっと動くんですよ。で、例えば iPad でやってる映像とかが無線で飛んで、それがホワイトボードに映って、その上に書き込んだりとか、そういうものができます。でやっぱり理系を目指してくる人がうちの学校は非常に多いので、そういう人たちに、いろんな実験がしてもらえるとか、最先端の、実験機器を使ってスーパーサイエンスハイスクールの指定校にもなっているので、そういうような、ことが実際体験してもらえるような仕組みを作っています。それから、廊下も広く作っています。生物も BA と2つありますし、それから物理も当然のことながら BA と2つあるということで、地学も入れると7教室、作っています。こういうような設備を作りました。それから普通教室も横長でですね、このホワイトボードは横に6メートルあるんですけど、かなり広い教室を作りました。だから子どもたちが落ち着いて、しっかり勉強できるような環境を作っています。それからそれ以外にも教学なんてありましたし、この調理教室とかですね、調理実習室とか、それから上は被覆室としても使うんですけど、いろんな設備を整えました。はい、またぜひ今年から見学会とかもあるので、よかったら一度足を運んでいただきたいと思います。それからいろんなことをやっぱり子どもたちに、させるということは大事なことなので、同じように見えますが、技術室と工芸室は別です。別なんですよ。そんなのも作っていますし、技術室っていうのはまた別にありますし、音楽は音楽室に加えてさらにスタジオが2つあったりとか、そういうような、設備を作りました。今フル稼働しています。だから進路情報も子どもたちにとってはすごく大事なので、雰囲気を作るために外からガラス張りにしてですね、予備校の、情報室みたいな感じのものを作りました。ハード的にはかなりいろいろ進んでるんですが、まだまださらにはですね、こういう線を作ったり、それから来年にはですね、秋にはこんな図書館ができるんですけど、図書館こんな感じの2層吹き抜けで、2階からはですね、こうやって下見下ろして勉強できる、これ60メーターぐらいあるんですけど、こんな仕組みを作ったり、過剰投資やというふうに思われるかもしれませんが、私たちはもうトップの学校を目指してやっているので、こういう施設を 作っていきます。で図書館の奥には円形の講堂があるんですが、1階はこういうふうにですね、子どもたちがプレゼンしたり、自分たちでセミナーやったりするようなこういう空間を作ることにしています。で廊下は理科室が7つあるところの廊下は今階の形の壁にしてあるんですが、こんな風にですね、ポスター発表したり、奥には図書館が見えてたりというような仕組みにしているということでございます。でこんな行動にするんですが、なんでそもそも制服もガラッと変わりました。さらっと見せておきます。女子はジャンパースカートですね。けれども、まあ、これ校内接続とどう関係あるっていう話なんですけれども、やっぱり子どもたちに、服装から何からきちっとしてもらって、良い施設の中できちっと落ち着いて勉強してほしいと。でその先の狙いが今からお話しすることなんですが、コース制に関しては数年前から始めてるんですが、かなり先鋭的なコース制をしています。なので、端的に言うと、力のある子にはもっと力をつけてもらって、で、まだまだ原石っていう子はじっくり磨いていって、その先にいろんな体験をさせるような、そういうコースを大学に先駆けてうちは作っていますと。でいろんな活動した成果を大学入試の時に彼らが売りにできるような、そういうようなコース設計をしているというふうに考えてください。でまずこれが先ほどお話した学力の3要素という、文科省のページを調べていただくとこれ必ず出てきますが、今まで子どもたちが試されていたのは、個別の知識・技能、何を知っているか何ができるかです。でもこれからはこれだけではダメということで、知っていることできることをどう使うか、そこを思考力・判断力・表現力というような言い方しますが、こういったものを子どもたちに実際知っていることをどう使うのっていう形で
課題を解決させたりするっていうことをさせているのがうちの中に、複数コースあるというふうに思ってください。それからさらにもっと大事なことがあって、せっかくつけた知識技能を使えるようになりました、それをさらに世の中のために役立てるような、そういう主体的な態度を子どもたちの中に作っていこう、そういうようなものがないと、学力は完璧なものとは言えませんよというふうに文科省は言っています。これをですね、子どもたちの日々の学習活動の中で、つけていかせるような、そういうような体験をいろいろさせています。どのように社会世界と関わり、よく生きるかと、学びに向かう力、人間性というふうに言ってますが、今これが学力の3要素として、世の中が注目しているものであります。で、柱としては4つに絞っています。とにかく、まず日本語を使ってきちっと説明できる、分かりやすく表現できる、みんなで討論できるというような環境づくり、そういう能力を、作る中時中の、教育ですね。それからどうしても今日も私これ ICT 使ってますけど、授業の中でも中1中2では iPad で、中3から Chromebook っていう PC を購入してもらって、学校は Wi-Fi っていうインフラを作るだけで、基本的に個人のデバイス持ってきて個人でいろんなものを見たり調べたり、それから提出したりするというような形にしています。学校は PC を買わない、そういうスタンスです。で、それを使って協力しながらやっていくような学習を作っていく、これを文科省が非常に指したいです。私たちもさせたいというふうに考えています。一人だけで突き抜けた研究をすることは多分これからも絶対不可能です。なので、いろんな分野の人が集まって協力しながら、お互いの知らないことを、教え合い、気づかせながらやっていくというような学習のスタイルを作っています。だからアクティブラーニングってよく言われてますけど、最近文科省のページからアクティブラーニングという表現消えましたけれども、これは今も生きている言葉だと思ってください。深い学び、対話的な学び、私今日対話残念ながらできてないです。一方的に今日はお話しさせてもらってますけど、普段の授業では生徒たちに投げかけてバンバン、子どもたちから意見吸い上げながら討論しながら進めていきます。授業はそういう授業に変わってきました。そうでないとみんな居眠りしちゃいます。50分の授業でずっと先生話しっぱなしで居眠りしちゃいます。あと、主体的な学びを作るためには他の人の影響を受けさすっていう意味で、やっぱりグループでいろいろ討論させるっていうことがすごく大事です。それと最後に、これはうちの学校の一番の特徴やと思いますが、課題を与えて課題を見つけさせて、そのことについて実験研究発表まで持っていくっていうのが標準のカリキュラムになっています。ただしこれは学年の半分の子にやらせています。全員にさせるにはものすごく負荷がかかるので、そういったことをやっているというふうに思ってください。これが実際のその様子なんですが、私たちはやっぱり自分たちだけではこれは無理やということで、公開研究会っていうのをしてですね、こういういろんな教え方とかを全国の人に見てもらって、それで、子どもたちもその全国の人の前で発表したりっていうこともやっています。今年からこの2月から始めたんですけど、これから毎年どんどんやっていこうというふうに考えています。で、そこで発表した3人の子どもですが、左上は中1で、右上は高2ですね。で、ここは、一番下の子は英語でずっとスピーチしましたけど、彼は高1ですね、の生徒です。こんなふうにうちはもう生徒にバンバンいろんなところで、プレゼンをさせています。で、当然プロの力も使いながらやってるんですが、左側は関西大学の森先生という方で、右側は京都大学の松下先生という方で、そういう教育学の専門の方に入ってもらって、うちの授業をずっと観察もしてもらいながら、それこそこれにビデオを撮って全部分析してもらうという形で進めています。全国から80人ぐらいの方がお越しになったんですけれども、広くやっぱりいろんなところに開いて、で、意見をもらいながら授業を進めている。実験的な部分もすごく多いんですけど、どんどん私たちは改革を進めていっているという状況であります。構成とかまたですね、このどこからどう変わるっていうのはまたパンフレットをご覧いただいたらいいんですが、もうポイントだけお話しすると、SSH の指定校になっているので、理系の突き抜けた人材を作るような、実験研究発表をバンバンやらせるような GS っていうコースが今2クラスあります。
それから英語バンバントレーニングして、国際的な問題とかについて興味関心がある生徒に実際そういう問題について調べて海外でフィールドワークもさせて、でプレゼンは英語まで持っていくというようなコースが GA という、これが1クラスあります。で標準的なコースも3クラスあるんですけど、私たちはまあ共学になったら女子がやっぱりその GA っていう英語を使ってバンバンいろんな活動したいっていう子が結構声があるので、ここも増やせたらいいなというふうには考えていますが、この水色と黄色のコースについて本当にいろんな負荷をかけながらやっています。それが実は今日皆さんにお配りした昨年の実績なんですが、大阪医大と大阪薬大の力を借りて、子供たちが大阪医大で90分の授業を8コマ月1で受けてレポート書くとかですね、だから大阪薬大に行って実験とか研究とか発表まで持っていくとかいうコースとか、それから夏休みに大阪医大に行って白衣着てね、縫合とかいろんな実験いろんな体験させてもらうというようなことをたくさんやってるんですが、そういったことを子どもたちに体験させています。ぜひまた目を通していただいたらと思います。報告書というの全部子どもたちの感想が書いてますので、またそれをご覧ください。で、とにかく中1中2でがっつり勉強してもらって、宿題も多いです。でも中3からああいうこう先鋭的なコースに分かれて、でそこでみっちりいろんな体験をするためには確実に学力をつけてもらう、それからグループで討論とかができるという、それから最初からプレゼンが作れるというようなトレーニングもこの段階でもやってしまいます。だから全員パワーポイントでプレゼン作れるっていうのも中1の1学期からうちは子どもたちはもうできるようになっています。で中1は最初こんなコミュニケーション研修、友達作りからちゃんとやって、始業式の次の日からこうやって泊まりかけて行ってこんなこともやるんですね。国語もああやって、みんなの前で発表したり、それから三者面談も、2回目の三者面談は子どもたちが1年間自分はどんな学びをしたかっていうのを、これは担任です、これは母親ですね、親と担任の前で生徒が8分間プレゼンをするんですよ。全然三者面談の手をなしてないですが、子どもたちが自分の力でどのくらい発表できるようになったかっていうのを試しているというような形で、今中1だけですが段階的に中1中2とこう上の学年もこうやって1年の最後には生徒にちゃんと自分の振り返りをさせるというような仕組みもしています。で今大学生でやっぱりこういうのがね絶対必須になってますけど、最初からそれが当たり前という環境を作っています。英語の問い合わせが多いんですが、当然のことながら英語きちっとできなかったらこれからの大学入試もそれからこれだからグローバル社会で生き抜くことは当然できないわけで、そこはもう最初から当たり前のものということで、4技能をきちっと全て、鍛えるということでかなり英会話に力を入れています。中1中2ではベルリッツの先生に入ってもらって、20人ぐらいの英会話をやるんですが、中3からはですねちょっとこんな感じの英会話ですね。教室を半分の人数にして、Wi-Fi をより強くキャッチできるようにするわけですね。で、子供たちは自分の持ってるデバイスを使ってこうやって拡大できないんですけど、フィリピンの人と時差1時間ですから、それをオンラインにつないで25分間ぶっ続けて話すというような英会話を週2回やっています。それからあともう1時間は、中3になるとかなり格差が出てくるので英語のね、で、それこそハリーポッター現象でよくやるような子から、帰国生のうちにはいるので最初からペラペラっていう子も何人か混ざってますし、でそういった子からそれこそきついっていう子はもう絵本レベルからですね、読めるというようなのをどん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 オンラインで読んでいける、しかもその後ろで動画が動いたりとか、非常に子どもたちは楽しいというふうに言ってくれてますが、そういうのを今年から始めました。普通の英語の授業は5時間あって、それ以外にさらにこういうものがあるというふうに思っておいてください。なので、カバンの中に充電した小指石を持ってくるというのは必須になるということです。でいろんなところに連れて行ってます、GL コース、うちの標準やからあんまり力入れてないなというふうに思われるかもしれませんが、そんなことはなくて、高2の彼らの研修旅行は右上は松下整形塾ですね。松下整形塾でうちの子は2日間みっちり研修受けると、それから、東証行ったり、
それから左上は経団連の副会長の、宮本さんという清水建設の、会長の方ですけども、そういった方からうちの子のためだけに、こう講義をしてもらったりとか、こういう経験もさせています。当然 GSGA はじゃあどんな経験やって言ったら、海外連れて行っていろんなそのトップの大学とか現地のトップの高等学校と、交流したりするような、そういうようなことをいっぱい入れてるというふうに思ってください。いろんなことやってますよっていうのだけ、皆さん知っておいてください。だから子どもたちはこういう、あれは左上は前の京都大学の教育学部長の先生なんですが、その方に来ていただいて、うちの生徒が前でプレゼンをやってますね。はい、偉い人だと分からず彼らはやってます、はい、でもあの先生は実は本校の卒業生です。そういうコネも使って、いろんなことを活動しているというわけであります。それから時間がなくなってきましたけど、当然大阪医大薬大との、こういう連携があるので、医学部に行く生徒ばっかりではないけれども、大学以降の学びってどうなってるんやっていうことをきちっと彼らに、在学中からもう分かってもらえるような、でさらに半分のコースの子にはその中で突き抜けた存在になれるような、教育を目指しているというのが本校のやっていることであります。なので付属校ではありません、付属校ではありませんし、まだ大阪医大に何人っていう推薦枠があるわけではありませんが、それよりもむしろ例えばうちの子どもたちが何十人も医大で授業を受けて、ちゃんとレポート書いたら医大の先生がそれで返却してくれるというような仕組みがあるというのは、うちの学校ならではだというふうに考えています。本当にいろんな方に熱く感謝している次第であります。はい、大阪大学の先生にもものすごく、たくさんお世話になっていて、大阪大学はこういうことに非常に熱心なので、という中で近いですし、しょっちゅう、私たちとやり取りをしているという形であります。はい、これ以来で子どもたちが講義を受けている感じですね。でレポートは全部PC で出させますので、もう紙での提出というのは一切ありません。こうやって薬大でやってる実験ですね。真ん中のことは脂肪細胞の研究をさせてもらいました。はい、それから留学もすごく力入れてるんですけど、中3で学校休んで70日間海外に行くとか、いろんな取り組みをしています。はい、全部含めていろんな体験をさせて、で、大学以降の学びにつながるように、だから、臆することなくいろんな人とディスカッションできて、いろんなところで発表できるような体質を作ろうというふうに考えている。それが2020年以降の大学入試には絶対役立つであろう。 SSH 校、SGH 校の、出身の子は明らかに大学入試は今後有利だというふうに言われています。で私たちは、それを当然のように実現したいと考えています。はい、そうしましたらですね、お時間も迫ってまいりましたので、そういった教育のシテルラの方が福祉学校、高等学校に、入学するためのね、お話の方をちょっと移りたいと思います。今日は農会さんのお世話にもなってますし、農会センターの方もおられると思いますし、いろんな塾からお越しの方もおられると思いますけれども、今春の入試、蓋を開けました。で実際思ってた以上に、レベルの高い生徒が入ってきたというのが現状です。ある塾の偏差値の指標では当初55と言われていたのが、実際結果で、57という偏差値が A の男子にはついた。で58と言われていた A の女子には実際61という結果、偏差値がついたと。で入学者はどうなのかっていうと、A 認定なんかはやっぱり軒並み入ってきてくれるんですよね。で他の難関校を実は受かったけど蹴って入ってきてくれる子もいて、非常にありがたいです。ただ、居住地域とかそういうのもよく見てみると、あ、なるほどなと言えるところもあります。6年間やっぱり、過ごす学校ですので、無理なく通えるっていうのはやっぱりすごく大事なことだと思っています。本校には新幹線通学の方もありますが、こういうのは極めて稀であって、ある程度やっぱり、6年間続くようなそういうような、エリアで
他にもいっぱい学校があるので、ぜひまたそういうところも候補に入れていただいたらいいと思いますが、今校の入学試験で言いますと、正直やっぱり難しかったと思います、入るのには。でおそらく、来年も私たちはこういうふうにしたいなというふうに思っているのですが、正直なところやっぱり B 日程は A 願として受けている人が非常に多いですが、 A 日程は非常にたくさん残ってくれました。やはり A 日程の方が入りやすいというのは現状です。なので定員についてはまだ何とも言えませんが、試験の方式については来年大きく変えることはしません。ただ試験時間を今年延ばしました。で合格最低点っていうのがやっぱり上がったんですよ、各教科ごとにね。でこれは何が言えてるかというと、まぐれでは受からんようになったっていうことですね。要はたっぷりの試験時間を与えてじっくりとかしてるから、受験者平均が低くて、まぐれでその点取れたけど受かったという人はやっぱりいなくなるように私たちはしたかったんです。なので、それは狙っているところです。例えば算数の合格者の最低点は120点中60点なので、この子なんかは国語で108点だったかな、なんか稼いでるんですけど、けれども算数もやっぱり60点ないと絶対受からないというような形になって、それはもう計算通りです。なので標準的な問題プラスアルファのところをカチッと確実に解けるようになってきていただきたい。決して疑問なものを出すような試験はこれからもしません。ただ思考力とか表現力とかこれから問うような大学入試になっていくということは、そういうような入試を中学でも始めていく必要があると言われていますね。ということは入試問題についても一部そういう傾向の問題が入ってくるということは、本校含めてこれから関西でも出てくるかなというふうに考えています。詳しくはまたですね、6月の中旬以降お知らせしますので、とにかくちょっと難しくなってますよっていうのと、確実に解けるような、形で、きちっと基礎固めをしてきてくださいというのが私からのアドバイスです。はい、時間の方がもう12時半回っておりますので、こちらの方でも終了をさせていただきたいと思います。現在受験生の方につきましてはですね、来週の入試ぜひ頑張って応募していただきたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。